61年の国際連合事務総長の選出は在任中のダグ・ハマー・ショルド事務総長が飛行機事故により死亡したことにより急遽行われた。当初、ソ連は事務総長をトロイカ体制に置き換えようとしていたが、ハマー・ショルドの残忍機関を務める事務総長代行を任命することで合意した。2週間の議論の末、米ソ両国が受け入れ可能な唯一の候補者として、 ビルマのウタントが浮上した。しかし、ベースは事務次長の数をめぐって、さらに4週間議論し、最終的にはウタント自身が決定することで決着した。ウタントは満場一致で選出され、1963年4月10日までの残忍期間を務めることとなった。1962年には任期が五年に延長され、1966年には二期目に、 再選された。ウタントの任期は合計10年2ヶ月で史上最長である。これ以降の事務総長はすべて任期が最長で2期であり、1期はちょうど5年で1月1日に始まり、5年後の12月31日に終了している。ダグハマーシ処ルド事務総長は今後危機に積極的に関わり、国連平和維持活動を監督するために頻繁に、 戦地に赴いていた。1961年9月18日、ハマーショルドはカタンガ州の反政府指導者モイーズ・チョンベと会談するため、北ローデシアのンドラへ飛行機で向かっていた。飛行機は飛行場を2回旋回した後に墜落し、ハマーショルドを含む乗員乗客全員が死亡した。この墜落事故により、国連では、 後継者の事務総長を選出する必要が生じた。ソ連は事務総長を置く代わりに、冷戦時代における3つの世界から一人ずつ、指名された3人によるトロイカ体制を採用することを推し進めていた。ソ連は13人の事務次長のうち、ソ連のゲオルギー・ピー・アルカデフ、アメリカのラルフ・バンチ、インドのチャクラ・バルティ・ブイナラ新藩の三人を指名する。 ことを推奨した。しかし、アメリカのジョン・ F ・ケネディ大統領は、トロイカは馬は3頭いても魚車は1人しかいないと反対した。9月22日、アメリカのディーン・ラスク国務長官は、直ちに合意することはできないと認め、事務総長職代行を置くことを提案した。国連憲章には、事務総長が任期途中で職務を執行できなくなった場合についての規定がないため、 ハマー・ショルドの公認を探す問題は、いくつかの法的な問題を含んでいた。アメリカとイギリスは、ハマー・ショルドの残忍機関については、総会が独自に決定できると主張した。ヨーロッパの数カ国は、事務総長と呼ばれる人物を選ぶには、安全保障理事会の決議が必要であるため、総会が決定したものが、事務総長代行という肩書きを持つことはできないと指摘した。ソ連。 インド、アイルランド、スカンジナビア諸国は、ハマーショルドの公認を選ぶためには、安全保障理事会の決議が必要だと主張した。9月21日、チュニジアのモンギスリムが総会議長に選出された。アメリカは、スリム総会議長が事務総長の任務を遂行し、総会議長の任務は総会副議長の一人に委任するという案を出した。しかし、スリム総会議長は、 安全保障理事会が候補者を勧告してからでないと総会は動かないと主張した。安全保障理事会議長のリベリアのネイサン・バーンズはこの問題に関する常任理事国の協議を手配しようとした。しかしソ連は国連の中国代表が中華民国になっていることに抗議して中国国民党の招聘仏大使が参加する会議への出席を拒否した。 常任理事国の協議が拒否された後、米ソニカ国で事務総長職について交渉した。9月29日、ソ連のワレリアン・ゾリン大使は、アメリカのアドレースティー・ブンソン大使と会談し、その後1週間で合意に近づいた。ソ連は事務総長代行を一人に絞ることに合意し、アメリカはスリム総会議場を外して、ウタントを指名した。アラブ諸国もビルマがイスラエルと、 外交関係を持っているにもかかわらず、ウタントを受け入れようとしていた。ウッタントに反対したのは、西ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アフリカのフランス語圏の国々だった。ハマー・ショルドの後継者についてはすぐに合意ができたが、その詳細については米ソで対立していた。ソ連は、事務総長代行として指名し、事務総長代行は、 事務次長と合意の上で行動することを宣言しなければならないとしていた。アメリカは安全保障理事会が指名できるのは事務総長であり暫定事務総長を指名できるのは総会のみであると主張していた。またアメリカは事務総長には行動の自由がなければならないと主張していた。主な意見の相違点は事務次長の数だった。ソ連は当初 三人の補佐役による強制協議の規定を設けることを主張していたのに、対しアメリカは五人の補佐役による任意協議の規定を設けることを希望していた。アメリカは西ヨーロッパからの一名を含む五名の補佐役を要求したが、ソ連は東ヨーロッパからの一名を含む六から七名の補佐役を提案した。イギリスのパトリック・ディーン大使は、 政府から7人案を受け入れて4人案は拒否するよう指示を受けた。ディー員大使はアメリカのスティーブンソン大使に最後の手段として7人案を受け入れるよう説得した。しかしアメリカ国務省は5人案しか受け入れられないという指示を出していた。この膠着状態は11月1日にスティーブンソン大使が補佐役の数は 事務総長が自分で決めて良いと提案したことで、ようやく打開された。ウタントは、時間を5人にするか7人にするかを、あらかじめ約束しない、宣言書も作成した。安全保障理事会は11月3日に会合を開き、事務総長代行の候補として、ウタントを総会に推薦する、決議168を、全会一致で採択した。その日の午後、 国連総会は安全保障理事会の勧告を受け入れることを無記名投票で決定した。103から0から0の満場一致で総会は、ウッタントを1963年4月10日までの任期で事務総長代行に任命した。1962年5月、アドレース・ティーブンソン大使は、ウッタントの再選に賛成することを表明した。その後、 ウタントは1962年10月のキューバ危機の解決に大きな役割を果たした。ソ連のニキータ・フルシチョフ首相がケネリ大統領に当てた書簡の中でウタントを好意的に評価していたため2期目の再選が確実となった。しかし他の安全保障理事会理事国は米ソが他の理事国に相談せずにウタントの再選を決めたことに困惑していた。 11月30日、安全保障理事会は秘密会合を開き、ウタントを1966年11月3日までの任期で任命することを勧告するコミュニケを採択した。ソ連のアレリアン・ゾリン大使は、現実に合致しているのはトロイカ体制のみがという主張を再度行った上で、キューバ危機での積極的な行動を評価して、ウタントに投票することにした。ウタントは、 個人的な理由からアメリカが望んでいたハマーショルドの人気満了から5年ではなく自分が選出されてから5年で2期目の任期を開始することを希望していた安全保障理事会では正式な決議は採択されずウタントは今後自身の就任から5年間を1期目とみなすことになった総会では109から0から0で採択されたウタントは事務総長代行から 事務総長に昇格し、任期は代行としての就任から5年後となる1966年11月3日までとなった。1966年、ウタントは米ソ両国の支持を得て、無投票での再選が確実となった。唯一の問題は彼が2期目の就任を受け入れるかどうかだった。9月1日、ウタントは私は 事務総長として2期目の立候補をしないことにしたという声明を発表した。ウタントは12月2日の総会終了まで公認者が決まるまでの間留任することを申し出た。しかし、ウタントの後継者として立候補する者は現れなかった。11月23日、ウタントはアメリカのアーサー・ゴールドバーグ大使にメンツを保つための何かを理事会が与えてくれなければ、 決定を覆すことはできないと説明した。ウタントは安全保障理事会議長及びすべての常任理事国と会談した。彼らはタントに行動の自由を約束し、お飾りの事務員にしないことを確約した。12月2日、安全保障理事会は全会一致でウタントを総会に推薦する決議229を採択した。総会では120から0から1で、 ウタントを国連事務総長として再任することが決議された。任期は1971年12月31日までとされ、以降の事務総長の任期も歴年に合わせることとなった。1971年1月18日、ウタントはもう一期やるつもりはないと宣言した。この発言を受けて1月20日のマックス・ヤコブソンを皮切りに 複数の人物が立候補を表明した。しかし、特にソ連やフランス、第三世界の国々から、ウタントの続投を求める声が上がった。9月、ウタントは自分の決断は最終的かつ断固としたものであり、たった2ヶ月であっても、任期を超えて務めることはないと宣言した。11月に出血性海洋で治療を受けるなど、健康状態も悪化していた。 それでもソ連は12月6日の常任理事国の第一回協議でウタントの起用を試みた。ソ連のヤコフマ陸大使は2週間の休暇を与えるべきだとウタントの健康状態に対する懸念を一周した。アメリカとイギリスはウタントの退任を認めるべきだと主張し、アメリカのウィリアム・ P ・ロジャース国務長官はジョージ・ HW ・ブッシュ大使に必要であれば拒否権を 行使するよう指示した結局、投票で、ウッタンとの名前が上がることはなく、12月31日の人気満了をもって退任した。ウッタンとは1974年11月25日に、ガンで亡くなった。ありがとうございます。